聖杯戦争ではない。だから彼女はキラープリンセス、その聖杯なんたらってのとは関係ないのよ。バカな、確かに同じサーヴァントの気配を感じたというのに。というかあんたもキル姫でしょ、遺族やイミテーションと戦えてるんだから。キル姫、私はセイバーサーヴァントです。召喚に応じ聖杯降臨の儀式において代理戦争を行う力の担い手として限界した。そのはずです。イレギュラーな召喚の影響か記憶が半然としないのですが、私が他の理由で召喚されるはずがない。どう思う、ティル？そのセイバーさん、私にもあなたはキル姫に見えます。これは一体どういう。なるほど、すぐには受け入れがたいが状況は理解した。もしこれが聖杯戦争でないのならあなた方に協力を願いたい。協力ですか？はい、これだけの異常事態、起こるには相応の原因があるはず。とはいえこの有様では調査どころではないでしょう。もしこれが聖杯と関係のない騒乱なら騎士として放っておくことはできません。あなた方の協力が得られるならば、イミテーションでしたか、あれらの相当も楽になる。私たちとしてもこの異常事態をいち早く収束したい。マスター、その行為に感謝。実のところ出会う者たちが皆話が通じなくて困っていたのです。それこそまるで挨拶代わりのように切りかかってきたもので。そこまで分別がなくなってるんだ。これは急いで解決しないと。ええ、行きましょう。私の本気見せてあげるか。私の本気見せてあげようか。これが世界の終わりなんてね。
それ私に？我が軍には勝利の二文字しか存在しない。それだけだ。なさそう。もっと修練を積み、より強くなってみせます。随分と道に行った立ち回りですね。連携も取れている。互いを信頼し合っていなければ、ここまでのものにはならない。そりゃそうよ。これでも結構な場数を踏んできたんだから。私たちキル姫とマスターはそもそもが不可分な存在ですが、少なくとも私は単なる主従という以上にマスターのことを信頼しています。なるほど。あなたたちはとても良いパートナー関係を構築しているようだ。そうでしょうか。そう見えるのなら嬉しいです。そういうセイバーはどうなの？私ですか。セイバーさんはサーヴァント、召喚される存在ということですが、それはつまり私たちのようにマスターが存在するということでは。私は いえ、この話は後にしましょう。もうすぐこの一帯のイミテーションを相当し終えます。もう一踏ん張りです。話の続きはその後で。残念ね。これで終わりよ。た処理完了。我が軍には勝利の二文字しか存在しない。それだけだ。
私の本気見せてあげようか。これが世界の終わりなんてね。証明してやったぞ。神の一撃受けてみよう。我が軍には勝利の二文字しか存在しない。それだけだ。もっと修練を積み、より強くなってみせます。